ジャニーズ事務所の金プリ脱退、平野紫耀の魅力、ファンの不ム、ジャニーズ事務所の新たな展開が注目を浴びています。ジャニーズ事務所の看板グループであるキングプリンス、金プリ、カラヘ野紫耀、神宮寺ユ太、タ、岸ユ太タが脱退するという衝撃的なニュースが、音楽業界とファンコミュニティに衝撃を与えました。 これまでのジャニーズの伝統に従えば、脱退メンバーはしばらくメディア露出が制限されることが一般的でしたが、今回の事態は異なるようです。金プリ脱退とジャニーズ事務所の危機。ジャニーズ事務所は、創業者のジャニー北川氏による性的加害の疑惑により、社会からの批判にさらされています。 この背景で、キンプリの脱退メンバーが急にテレビから姿を消すことは、ジャニーズ事務所に対するさらなる批判を引き起こしかねません。そのため、これまでのように脱退メンバーを公然と干すことは難しい状況にあります。平野仕様の人気と魅力、特に平野仕様については、彼の人気が絶大で、グループを牽引してきました。 広告代理店やテレビ局は平野を起用したいと熱望しています。調査会社のデータによれば平野は20ケラ34歳の女性からの支持が高く CM クライアントにとって魅力的な存在です。また13歳から49歳までの後半な年齢層の視聴者にアピールするためテレビ局にとっては貴重な存在です。金プリファンの普段。 しかし、金プリの熱烈なファンであるティアラたちは不安に駆られています。ジャニーズ事務所は、金プリの有料ファンクラブ会員向けに提供されていた動画を全て削除すると発表しており、一部のファンは、脱退メンバーに対する何らかの嫌がらせを懸念しています。 ジャニーズ事務所は謝罪動画を公開し、ジャニー北川氏の性的加害の疑惑について幕引きを試みていますが、ファンの中には署名運動を始めるシャモーリ、事態の収束は難しいようです。金プリ脱退メンバーの今後と、ティアラへの対応がジャニーズ事務所にとって非常に重要です。 彼らの活動が成功するかどうかは、ジャニーズ事務所の今後に大きな影響を及ぼすでしょう。ジャニーズ事務所は、ファンとの信頼を取り戻すために慎重に行動する必要があり、ファンコミュニティとの対話が不可欠です。一方で、平野志陽などの人気メンバーは、業界内での需要が高まっており、これからの活躍に期待が寄せられています。ンプリの脱退から見ると、 ジャニーズ事務所は新たな局面に直面しており、その展開が業界とファンにとって注目されています。